種子島ってもう一つまた面白いところがあって、種子島っていうか南種かな、長谷の方ってね、上中とか他のところから比べたら標高が高いじゃないですか。標高が高いけど池がいっぱいあるんですよね。この間集落の人と話してたんだけど、なんでこんなにね、ほら普通雨とか降ったら低いところにたまるじゃないですか。だけど池は高いところにたまってるんですよね。長谷の池とかって、あの辺なんか標高がかなり高いところじゃないですか。種子島って山ないじゃないですか、ほとんど山ないのに、そのまだその山のないところで上中とかもう少し低いところに水が溜まってんだったらわかるんだけど、そのね、周りが高いにもかかわらず、その高いところに池があるっていうのがすごく不思議だなって。池がある。で、それは水が湧き出てるから。で、なんで湧き出るのかっていうと、たまたまなのか、まあ、そういう地層の特徴なのか、ちょうど長谷のあたりっていうのがその水が湧き出やすい地層になってて、でかつ水が溜まりやすい地層になってて。少年と呼ばれていた頃、町の外れに大きな森があったのさ。光と蝉の鳴き声に包まれて、中へと続く獣道たどり入ろうと思ってた。土と木の香りに紛れて、風切って走る僕の横には誘っている、行ったことない大きな森、中に何があるのか不思議に思ってた。誰も知らない僕だけの住みか作りたかったのかも。この森へ入ろう、あの頃へ帰れるかな。不思議な森へ入ろう、遠い夏の日の